わけで厳正なるくじ引きの結果、森宮君、鬼塚君、水島君の3人に正月の神社のお手伝いをお願いしたいんだ。はあ。いえ、そう見えますか？はあ。でもゆいさんと一緒ですし、なんとかなります。よくご存知ですね。お気遣いありがとうございます。キャプテンこそ大丈夫なんですか？巫女は神に仕える神聖な役職、さらに私はこの後神楽を控えている身。そんな巫女の私に属世の人間、一般人が声をかけるのはご法度ですよ。神罰が下るかもしれませんね。最悪、事故とか病気とか。みそぎが必要ですね。私の言う通りにできますか？いいでしょう。まず最初は、はい、お疲れ様です。では次に、いい調子ですね。じゃあ最後にもう一つだけ、私の掛け声に合わせてその場でゆっくり回ってください。散歩と餌やりと芸です。新年早々しつけてもらえて飼い犬冥利につきますね。新年のしつけは何がいいか考えていたのですが、結果的に面白いものが見られました。どうでしょう、聞いたことはありませんね。そんなことで落ち込むなんて。私はキャプテンと違って神罰なんて怖くはありませんが、仕方ありませんね。頭を垂れなさい。清めたまえ。はい、これでもう大丈夫ですから。あとはいい子で、私の舞でも見ていてください。二連楽しいですね。消えなさい。あ、キャプテン、お雑煮のお餅は小さめでお願いします。みゆきが喉に詰まらせるので。白は汚れなき純粋な色、黒は何者にも染まらない色。さて、どちらが好みですか？神をも恐れぬ変態ですね。は、悪くないですね。新年早々こんな服を、
キャプテンは頭から清めの水をかぶった方がいいんじゃないですか。キャプテンの今年の運勢は、ああ困りましたね。いい結果だと喜びそうですし、悪い結果でも喜びそうです。誰かに願いを叶えてもらおうだなんて情けない。ああ心配しなくても、キャプテンの願いは私がね。あ、お年玉、主人がペットからもらうわけないでしょ。私から？なら、まず穴を掘って埋まってください。今年の抱負？ありません。何も変わらなければそれでいいです。キャプテン、私の時間を無駄にしないでください。ありがたい一撃ですよ。何回お参りする気ですか。年が明けても変態の相手なんて。おめでとうございます。ダーリン、私もうダメだ。さっきおみくじを引いたら、恋愛運のところにライバル多し善と頼むと書いてあったらしく、ネガティブ連鎖発動中です。だっておみくじは恋愛運がメインだべ。他のとこなんておまけだもん。私、来年までポジティブになんてなれない。そんな中ですが、キャプテンも引きますか。おみくじどうぞ。奪った、キャプテンのおみくじ。あった、ここだ、ダーリンの恋愛運。なになに、大恋愛の兆し、心に決めた相手と迷わず突き進め。キャプテン、おはようございます。にやけ顔で寝てましたね。おめでたい夢でした。